城東区長の大東です。本日は生育地区の高橋会長にお越しいただいております。高橋会長よろしくお願いします。はい、いつもいろいろと生育発展のためにお世話になりましてありがとうございます。高橋庄司でございます。よろしくお願いします。はい、私の方からですね、高橋会長にいくつかご質問をさせていただきたいと思います。まずはじめに会長として活動しておれる地域の特徴ですね、例えば歴史や地域の人口、町会加入率、はい、町の主な行事や施設などがございましたらお聞かせいただきたいと思います。はい、生育は昭和51年の町名変更により誕生し、町名は所在地にある生育小学校の校名をいただき生育といたしました。生育地域の所在名は生育1丁目から5丁目、そして中央2丁目と3丁目、関名1丁目の3つの所在地を生育地域と言いまして、城東区の北西より南へ細長く伸び、その南寄りに東へも広がり、ちょうど長靴に高いかかとのあるような形とも見えます。生育の歴史は新しいが、この地域には豊臣秀吉が作られた敵を欺くために作られた七曲りの歴史があり、それを思わせる迷路が現在の十町会にあり、昔を忍べる場所があります。その他の多くは湿地帯であったが、徐々に開発され工場地域になっていたが、これも近年工場は引っ越しされ準工業地域より住居地域に変わりました。そこで交通に買い物に便利な土地柄であり、大型マンションが次々と建設されました。最近の総人口は不明のため、本年11月の有権者人数によると1万2552人の人口で、城東区で一番多い地域となりました。生育の特徴として、まず第一に、生育の人たちは特に従来よりおられた方とマンションに住まわれたとががっちりと手を組み、仲良く地域の発展に寄与していることです。次に、生育は蒲生公園に隣接している上に公園が3カ所もあり、大人も子供も元気に利用しています。大きな公園を生育公園といい、公園内には公園集会所もある大きな公園で、生育の中央にあります。夏祭りのほか、いろいろな訓練場として利用しています。早朝には女性軍のラジオ体操に始まる、夜にはアベックが楽しくベンチで語り合っている姿もあります。残る2つの公園は小型ですが、西公園、南公園といい、午前中は高齢者がグランドゴルフを楽し、午後は子どもたちが走り回り、大きな声で走り合いでいる、明るく楽しく大きなを聞くのも、子どもたちの明日への成長を感じています。次に、生育には次々建つマンションの中にひときわ自慢できるマンションがあります。それは11町会と呼びます。四方の建物中央に大きく高い石梁があり、緑に包まれ、四季の変わり目には花が咲き、その周りを散歩する人たちが多く見られる立派な建物です。その上、防水災害があれば赤寮に避難させていただければこの上ない喜びでございます。生育の景観で、あと一つ
素晴らしい景色を紹介します。それは七町海にある仏光院さんの大屋根です。日本には珍しく大空に向かって五重の塔のような屋根柱が伸び、赤を懲らしめ七つの玉を抱き、まさに周りの民家を守ってくださるようです。そのまま仏光院さんの東に目を移せば、生駒山から昇る太陽の光が凛凛と生育に輝き、暖かく包んでいるのに感謝し、私もありがたく手を合わせて生育の安全を願っています。本当に生育は幸せな町です。はい、ありがとうございます。古い歴史があり、なおかつ準工業地帯から、住宅地域へと、最近では、高層のマンションの、ビル群が立ち並ぶ、新旧がですね、うまくマッチした、住み心地の良い町であるというふうなことが、会長からご説明がいただけたというところでございます。それではですね、現在どのような取り組みに力を入れているのか、また一方で課題もあるかと思うんですが、それはどのような課題なのかお聞かせいただきたいと思います。生育には実は厚生団体が44の事業を頑張ってやっております。それぞれが大事な行事であり、全員一同しっかりと一つ一つの道をつつき進むことが生育の発展の道であると確信しています。しかし我々にはできない問題点があります。まず水難防止策が必要と思います。それは生育小学校の西周辺の一部が海抜ゼロ地帯であり、現在大雨が降ればすぐに京阪電鉄ガード下に水がたまり、車が通行できない上に水があふれて地域に浸透することがたびたびあります。これは地域管理では無理であり、市の方でしっかりとした対応をお願いします。以上の件につきましてご理解いただきましてお願いいたします。はい、地域の課題といたしまして水害ですね。非常にまあ地域をまああのうまくというか、まあその地域特性がまあそこに存在しているということで、まあ海抜ゼロメートル地帯ということになっているということでした。まあ私どもといたしましてもハード整備ということだけの観点だけではなく、ソフト面でまあいかに水害を逃れていくかといったソフト面からの検討も合わせて進めていきたいなというふうに考えているところでございます。ありがとうございます。はい、水害につきましての課題というのはなかなか時間を要するところもございますけれども、ね、引き続きの、まあ、検討も、ね、してまいりたいというふうに思っております。話は少し変わりますけれども、今後地域のさらなる活性化に向けまして会長の抱負などがあればお聞かせいただきたいと思います。はい、今後もおっしゃられる通り、もっともっと松じくりセンターと協力したり、日赤並びに他企業からの補助金援助についても使用したくいろいろと考えておりますが、現在地域としてすでに多数の事業を実施しており、現在幼児から高齢者まで明るく元気で楽しく実施し協力しているのに、喜んでおります。先日地域の事業経営者よりお礼の電話がありました。それは段ボール屋さんで防災に使うベッドを購入したのでお礼の電話でした。それが花店連合のほか生瀬連合さんも購入していただいたのことです。これは地域業者の方々のわずかな支えかもしれませんが、地域同士が協力し合うことが大切なことと思います。改めて売買に際して担当していただいた方々に感謝しています。次に生育の皆さんは花を植え町を明るく人たちが非常に多く、積極的に花を育てたく、目地に面した空き地があればすぐに花を植えたりして、通行の人たちに、喜んでいただいていると。よって
花の町聖区と言われたく張り切っておりますのが特に十町会の会長です。その方が特に推薦していますのがほうき草、コキアともいい花言葉は夫婦円満です。その草花は春には芽が出て夏にかけて青々と茂り、秋は真っ赤に色づく一年草です。その後枯れ草をぜひ子供たちにより本当の清掃道具であるほうきを作ってほしいと思っています。生育頑張ろう。本日はありがとうございました。はい、会長からですね、たくさんの、ご抱負を、いただくことができました。特に花の町を目指して、これからも頑張っていくというようなお話もございました。我々、城東区といたしましても、コスモスや、ね、木蓮というのは区の花として、輝いておるところなんですけれども、花の町として、城東区ますます輝いていきたいというふうに考えているところでございます。それではこちらの方で懇談の方を終了させていただきたいというふうに思います。それでは次回も城東チャンネルのご視聴よろしくお願いいたします。ありがとうございました。